当院サネヨは、鎌倉時代後期から、南北朝時代にかけての苦行。大城大臣、当院金方の子にして、三月の諸兄にあたる。神は、十一位、左大臣。北畑地下夫妻、四条高助、二条式と共に、南朝の重鎮として、政務を指導した、区下大将である。母の身分が低かったために家門を継ぐ着手になれず、父、金方とは、 表向き偽絶状態にあったらしい。五代醐天皇の信任を得て、日之助ともや、都市らが開いた武霊校にも参加するなど、早くから倒幕運動において指導的役割を務めた。火力2年7月倉人におぎないされ、同3年11月参義として苦行に列する。玄徳2年県中納言に展示、左衛門の、ただし、ケビーシベットを兼ねた。 元稿元年、元稿の乱に参与したために、六原丹大に捕まり、間もなく、官職を解かれたが、元稿二年、昭教元年四月幕府の移行によって、父、金家家預かりの謹慎処分で済んでいる。鎌倉幕府が滅んで、黄金天皇が廃位されると本職に服し、後代五の兼務政権下では、温床方庭家や雑草決断書より有土などの養殖にあり、 政権の中枢幹部として、絵を振るう。県務2年鎌倉の足利高氏が反旗を翻したため、絡めて軍として、昭和と共に、東山道を下ったが、12月に、日田義貞率いる東海道軍の敗戦を受けて、引き返した。県務3年に1月、北畑秋江率いる欧州軍と合流して、足利方を攻撃し、高氏を京都から追放したものの、5月に、 高氏が最上落して、京都を占領した際には、五代醐に区分して、比叡山に難を避けている。五ヶ月に及ぶ、攻防戦の末に、五代醐の下山が決定すると、新田吉貞、脇屋義助らと共に、東宮常吉親王を報じて、北陸へ落ち、越前国金ヶ崎城に入った。常吉を天皇として衰退する北陸朝廷では、佐根は天宗となって、臨時を発給したが、 足利法の兵論攻めを受けて、延元2年、兼務4年3月の落城寸前に、吉定らと蕎山城へ脱出。延元4年、略王2年美の国根尾城から、尾張国外崎城に赴き、伊勢国、伊賀国を経て、吉野安宮に入ったという。間もなく、県大納言に任じられ、右この江大将を兼ねる。小村上天皇即位後は、 市城隆助と共に転送となって、妖典を支え、北畠近草に次ぐ権力を握った。さらには、南朝の重要機関である武者所の職員として、軍事や所領関係の事務にも携わっていたらしい。事実、昌平4年、上和5年秋、伊賀に入って、在地の南朝方勢力を編成し、昌平6年、関能2年頃には、直視として、九州下校を命じられるなど、 縦横に活動している。将兵一党がなると小村上の京都観光をさだし、高助と共同で京都を統治するのではないかとの風文も立った。将平七年、官能三年、うる二月小村上に愚部して男山に進出したが、五月八万の戦いの敗戦を受けて南軍は総崩れとなり、子と共に河内国東城へ脱出した。高助なき後も、 文章を発給しているが、昭平8年、文那2年大臣に任じられると、その活動は見られなくなり、以降5年間で、11位、左大臣に上る。昭平13年、延文3年8月19日推薦のために皇居、去年51、順直選手、新馬和歌に2種日集している、予き左大臣とは、下げよに否定されるのが通説である。一般には、 対室町幕府強行論者だと言われる。太平記によると、広告2年、略王4年北陸で足利方に破れて帰参した脇屋義介に対して、後村上天皇が恩賞を与えたことについて、藤川の戦いで敗走した平これ森を昇進させた平の清盛の孤児を引き合いに出して避難したものの、四条高助から、 その発言のつたなさを指摘されると、一言も反論できずに部屋を退出したという。また同期によると、感動の上乱の影響で難聴に基準した、足利忠義の処遇をめぐって、議論になった際、二条氏本が即時斜面を、進言したのに対し、サネヨは、中殺を主張したという。さらに、将兵一党の破綻後にも、楠木氏の演者を仲介とする後部の和平交渉に、 反対したとされる。これらの逸話を総合したところでは、やや硬直した思想の持ち主であったようであるが、その一方で、太平記の作者はサネオを大祭と称し、中岩尾縁月も彼を献身と称える監視を残している。日付イコール旧暦ありがとうございます。